やばいバカだ旦那遺作を査定に歩いてきてるうらー僕もツイキャスつけてから始めましょうはい,はいはいでは開始していきますお願いしますよろしくお願いします はじめもはいサッチの気まぐれラジオ時刻は午後八時半を回りましたサッチの気まぐれラジオのお時間です mc はサッチとはいミキサーのキャンディス この番組は FM ギナワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。ということで、今日はイレギュラーで木曜日に収録をしております。はい。すいません。<laughs> 僕の体調のせいでご迷惑をおかけしました。あ、別に大丈夫なんですけど、私は。<laughs> 私は別に大丈夫なんですけど、今日ぶっ飛ばしてきたんで、なんとか。いやー、もうありがとうございます。いえいえいえ。あれあ、いや。えっ、ー、と、では、ちょっと早速、 番組の紹介をしたいと思います。はい。よろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、きまぐれ .satch.gmail.com です。アルファベット小文字で、k-i-m-a-g-u-r-e.s-a-c-h-i アットマーク、gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM 技能1セカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X では、ハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいね、ということで。えっと、 早速曲の方に行きたいと思います。はい、えー、今週おかけする曲は、ゆきでジョイです。どうぞ 後で差し替えておきましょうね。オッケー、オッケー。左しか入ってないっす。まさかのって。なんでだまさかのってね。ま,てねまあでもこの曲そのままかけてやればうん、うん、あの時間はそのままなんで。了解っす。差し替えるだけで大丈夫なんで。はーい。多分データを持ってたはずなんで。 ああなぜかこっちのイヤホンでは聞こえてないっていうねどんだけ <laughs> まさかやとしか言えないなうちの旦那。 <laughs> 違うんだ。これだ。なるほど。<laughs> 甘かったっすよ差しが。<laughs> いや後で差し替えます。はい。 方向音痴はダメね。<laughs> うちの旦那 <laughs> 方向音痴なんですよめっちゃ。そうなんですね。そうなんで逆方に歩いてるかな。なんで逆方に歩いてるかな。なんか僕の妹も方向音痴らしいんですけど。うん。自分があの一度通った道忘れないタイプの人間なんで。うん。 初めて行ったショッピングモールの駐車場も全然完璧ですああ<ー> <laughs> 車あああ私もそんな感じ一発で車までもられます、ね、うんうんうん 迷子になる。地元でも迷子になるの、坊さん。やばくないて。坊 <laughs> <laughs> さん、それはやばいよ。 はい、舞い込ます。お聞きいただいたのは、ゆきでジョイでした。では、えー、早速今週のテーマに行きたいと思います。はい、お願いします。今週のテーマは、フリーです、まあ。たまにはフリーで皆さんが最近起こったこととか、 はい、ちょっと聞いてみようかなと思って今週はフリーにいたしましたえっと早速ツイキャスが来ておりますので紹介したいと思います沖縄大好きさんこんばんサッチーこんばんサッチ,ーサッチーうわーと来てますな,なんでだ <laughs> 埼玉の剛さんこんばんみこんばんみえー、沖縄レシきさんいイリギきラーだって知ってました、うん、それは私がの X の方で急遽変更しますっていうのをポすったのでありがとうございます <laughs> えっと埼玉のお坊さんがどうしたのをま,さカズマさんまさかああ数正まさかってき大丈夫だって来てますよもう大丈夫ですよ <laughs> そうインフルだったっていうねびっくり仰天、はい、私も聞いてびっくりしましたがえっ、ー、とナルトラさんお疲れ様です お疲れ様ですすいませんこれからフットサル行ってきますあそっかナルトロさんフットサルやってるんだったねいいないいですね僕もフットサルしたい私はバスケがしたーいバスケもしたいです安西先バスケもしたいですなんか言わしてるパターンがえっと埼玉の子さんが関東は寒くて暖房つけてるってきてますねまあ沖縄も まあ、寒いっちゃ寒い。うん。ひんやりしましたね。ひんやりしましたね、急に。はい。今日なんて、日中でも、窓を開けて車運転車涼しいぐらいでしよ。まあ、そうですよね。最近はそんな感じ。えー、っと、さっきあの、私の旦那、一緒に来てるはずなのに、いつの間にか伊佐交差点にいるって言って、あの、方向音痴だよっていう話をしてたら、 埼玉の郷さんが「僕も地元で迷子になる時あるわらわら」と来ております。<laughs> えっと、沖縄屋きさんが「大丈夫僕も迷子になることあるある」って。<laughs> あるんかいあるんかいそりゃいかんで。<laughs> えっと、埼玉の郷さんが、えー「読みたんだとさそんなことないのよ」って。もう沖縄は意外と狭いし。そうですね。うん 沖縄意外と迷うようよな場所はあんまりないんですよね。えー、沖縄大好きさんがバスケがしたいです。なな、バスケは好きですかと、埼玉の郷さんあ。そう、私、バスケが好きで、前,前までバスケしてたので。うん、で、昨のの、あの、キングスの試合、はい、見に行ったんですよ、<お>友達と一緒に。はい、えっとね、 89対61で勝ちましたフィリピンのチームにーすごいですねすごいですよね世界を相手に今してるので僕バスケしたのは56年前が最後ですかね私は、えー、2年前ぐらいかな <laughs> 中学校一年生中学校1年生の子たちとはいはいはい2対1でやりましたはいはい、はい、2対 1! 2>、はい 1> <laughs> しんどかったですそりゃあしんどいオールコートじゃないよねあのハ,ハーフですハーフでだよね、はい、びっくりしたいや,う<わ>いやもうそれでもうまあもうたないよね確かに、ね、それなのに2対1ってつら <laughs> いね楽、まあ、しかったですけどねまあまあまあ、まあ、バスケは楽しいですからねはいえーっとでは DM の方が来てますので紹介したいと思いますお願いします ラントさんからいただきました。ありがとうございます。ますサッチーさん、リスナーの皆さん、ハイタイ、ラントだよと来ております。メッセージテーマフリーということで、なんかないかなーって考えたらありますよ、あ,ありますよ、ありましたので DM しました。私、ラント、なんと、この度、人生初の転職いたしました。<ー>すごいですね。 私転職何回してるかな <laughs> 介護士をしている私ですが13年間同じところで働いていてそろそろ他のところで働いてみたいなと考えるようになり転職を決意11月から新しい職場で心機一転頑張ってますと来ておりますまあラントさん介護士だったんですね初めて知ったっていう <laughs> そう私 私も今、じゃ訪問介護ではあるんですけど、はい。まあ、介護士ではあるので。うん。うん。まさかの同業だったと。同業ですね。はい。どういう、あれなんだろう、ところで働いてるのかな。なんか、いろいろあるんですよ。はい。訪問なり、ね、通所系なり、施設、はい、系なり、はい、あるので。種類多いですもんね。種類多いですね。え、沖縄大好きさんが、ランさんと同じ職種なのは、 してま、してたす。あ、そうなのそうなのね。同業者3名。<laughs> <laughs> <laughs> えっと、次の DM に行きたいと思います。お願いしま、えー、す。えー、さっちー、ャンチこんばんちこんばんちヒンチサンドです。えヒンチサンドというのは、あの、ヤンポーさんのことです。はい。して、 フリーだから、うちなんちゅなら意味がわかっているはずやしが、泣いちゃがわからないはずやくつ、言っておこうねえ。僕のネーム、ヒンチサンドウは、うち縄口で、ヒンチ、カッコ、すねる。ヤンドう、カッコ、何々しないよ、なので、何があってもすねないよという意味です。うん みんなのネームの由来気になる俺でしたと来ております。<う>私は、あの、もともとうちナンチなので、ピ、はい、ンチサンドっていうのは、意味は分かってたので、もちろんそうですよね。そうですね。まあ分かってたので、まあ、今度、私もこのヤンポーさんからの DM で、ちょっと次回かそのあたりぐらいに、前に一回やろうとしてたんですけど、 やっぱ嫌ってやめたのがちょうど由来だったんですよ。ラジオネームの由来とか。はい、ああいうのはなんか近々聞けたらいいなぁみたいな感じで思ってますね。うん、私のちなみにラジオネームのサッチーなんですけど、あの、中学校3年生ぐらいの時にあの野村幸オさんってサッチーって呼ばれてたじゃないですか。ああ、呼ばれてましたね。うん。 なので私は一文字違いなので、はい、本名があそうなんですねはい本名が一文字違いなので、はい、なぜかみんなから「さっちーさっちー」と呼ばれてて、はい、それをぜあのラジオネームにしましたあなるほどですねそう旦那は確か子供の名前って言ってましたねおお<ー>、うん、子供三3名いるので、はい、前の嫁さんとの子供はいはい、はい 3名いるので一文字ずつ取ってラジオネームにしたっていうのを聞いてますよ私はそれも素敵ですねそうですよねえー、っとチェッカーズのうさん来ておりますお疲れ様ですこんばんはと来ております、うん、こんばんは<ー>沖縄大好きさんが「えー、僕は老圏カラーの小規模カラーのデイサービス」ああ、うん、私は 最初は病院でその後特養でその後小規模でデイサービスで現在って感じですねうんいろいろ待ってるんです私介護職でも結構転職されてるんですね結構やってますねうんでも、まあ、今の訪問の方が割に合うかなって感じかなはいうんえでは次の DM に行きたいと思います えー、サッチーさん、スタッフ、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。はトゥインクルちゃんです。ありがとうございます。えー、私はいじめられていたことがきっかけで、えー、場面格、あ、監目になりました。画面監目って何だろう。私ちょっと DM 来てた時に調べればよかったな。ま、いいか。 えいつか話したいと思いお母さんに「どうしたら話せる?」と聞くと「うん、挨拶からした方がいいんじゃない?」と答えてくれました挨拶からした方がいいと言われても勇気が出ないしなと思っていたら、うん、お母さんから「まるなら喋れるよお母さんがいるから」と言われて救われましたと来ておりますま、うん、あ私も 小学生の時は結構いじめられっ子だったんでちょっかい出されてたっていうのもあるしまあいろいろありまして私も小学生の時とかだけどね僕はいじめられる要素がありましたんですけどはいはいあなるほどなるほどそういうことかであのそういうあのコミュニケーションスキルを磨いていけたら今みたいになりましたああ なるほどね、はい、えっとメールの方に行きたいと思いますえー、気まぐれネーム沖縄大好きさんから頂きましたありがとうございますありがとうございますえこれ月曜日に月曜日だったかな4日前なんででも日曜日ぐらいかなに頂い,いたメールなんですけど、はい、えっとサッチーさんキャンさんミ こんばん、サッチ。こんばん、サッチ。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、えー、グリーではなくフリー。今日はフリーということで、最近のお話をしたいと思います。えー、先々週は久しぶりに、第一建設さんの完成住宅見学会に来ました。場所は茶丹町の北前で行われていました。 僕はいつも第一マンたちが来るまでは完成した住宅内を見学してから写真撮影を,を撮るのですが、受付に行くと、第一建設の社員さんから、あ、第一マンたちに会いに来たんですね。と言われ待つことに、え完全に第一建設さんに顔を覚えられてました。そこから数分後、第一マンと シュタール、そして大地マンの出演も、えー、勤務めている、オナガ大輔さんが出てきました。すごいですね。シュタールが僕を見て、あ、沖縄大好きさんですね。一緒に写真撮りませんかと声かけられました。すごい。えー、ちなみにその日のシュタールのに返信していたのは、 実際に第一話のドラマーのシュタールを演じている TSJ の東周平さんでした。<ー>すごいですね。撮影後に、なぜか大輔さんたちとスケボーを開催、あか開始。その<え>スケボー。大輔さんは、えー、昔スケボーをやっていたそうで、多分私物です。私物 <laughs> えー、撮影会の後三3人はアラハビビーチへ移動しビーチ内にある遊具で遊んでいた子どもたちと合流しました、えー、撮影会で撮った写真を添付しますということでこれ後でちょっとあのー、キャンさんにお見せしますねありがとうございます周平さんはすごいす、ねえー、ですねえ大好きさんスケボーもやってたんです,、ねすげえー、僕もスケボー車に乗せっぱなしですけどね <laughs> でも僕スケボーエイにやっぱりローラーブレードの方が得意なんであ,<ー>あんまりまだやってないですねはいはいはいえー、っとそうだな私ローラーブレードも結構、まあ、あの時昇格してたからな、ね、結局やってたの今はできるかどうかまあ <laughs> でも一回乗ったことあればまたすぐですよああえー、っと次のメールに行きたいと思いますえサッチーさんこんばんは こんばんは。<ー>ラジオネーム、名古屋のダンサーズでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。収録日である、えー、11月17日ですが、えー、名古屋な、えー、旧名古屋のオフ会である、えー、旧名古屋坊が開催されます。<お>すごいですね。えー、ゲスト MC に FEC オフィスの 金ぴらごぼうをお迎えして楽しくさせていただきますよ。すごいですね。FEC からも来るんだ。ね、番組初の名古屋での開催です。何としてでも成功させたいと思いますよ。オンエア日にはすでに終了してますが、次につなげられるようなものにしたいと思います。と来ております。すごいですね。名古屋のダンサーズさん。あ、なんか DM で見ましたね。そういえば。 なんかオフ会開催されますよーってポスターこっちにも貼ってますから、ね、あ貼ってるのね、はい、私見てなかったや <laughs> <laughs> えっと沖縄座敷さんがえ急なごぼうがで王子がどう滑るか気になる <laughs> 確かに滑り王と王子は言われてますからねあー確かに <laughs> 一緒に滑れるかなあ <laughs> <laughs> そこ <laughs> そこ <laughs> 私はと最近なんかあったかなーって思ったら一応、あれですね、最近パタパタしてて、旦那がちょっと、あの、諸事情で、毎朝送り迎えをしてるんですよ、はい。<laughs> なので、ちょっともう毎朝最近早起きで、めっちゃ朝早いと、5時 とかに起きてるんですよ、朝。お早いですね。朝5時に起きて、ええー、ぼーっとして、で、その間に旦那がたまに起きるんで、はい。で、旦那が起きて、で、送迎行って、で、仕事行くみたいな感じ。<laughs> お疲れ様です。今日も、あの、今日も、うん、送迎してたんで、 そう沖縄大好きさんが送迎担当のサッチーさんと来てます。<laughs> いや送迎担当というかこれはもう初心者なんでしょうがないんですよ。うんうん、朝早い時の運転大変っすよねって来てますね。さあ朝早いと大変ではある確かに渋滞もあるし、うん、時間帯的に。今日も来る時収録に来る時に。はい えーと南城市を出たのが6時、6時18時。はい、着くかーと思って、はい、中道を通り通りして、なんとかギリギリ着きました。ちょっとぐらいだったら全然大丈夫ですので、ね <laughs> <laughs>。あとどのぐらいありますかね。あと2分ぐらいですかね。2> 2<分>はいで、あと昨日の、はい。 あのー、沖縄アリーナでの試合を見に友達と行ったんですけど、はい、びっくりしたのが現金が使えなかった。全部キャッシュレスですか <laughs> キャッシュレスです。なんと。なんとびっくり仰天で, <laughs> で最初あの私友達とライカムで待ち合わせしてたんですけど、はい、なかなか来ないなと思ってあの先に行っとくよって言ってライカムからシャトルバス乗ってったんですけど でキングスのこのショップがあるじゃないですか、はい、ショップで買い物を現金でできると思って、はい、行ったらキャッシュレス通過されてますって言われてショックみたいな、でもしょうがないから近くのローソンまで大急ぎで行きまして、はい、ペイペイにチャージして戻ってきました。<laughs> お疲れ様でですすもうう大変、えー、そそなんですねそう 沖縄大好きさんがあそうだ沖縄アリーナ現金じゃなくてキャッシュレス対応なんですね乃木坂のライブの時もそうでしたあああそうか乃木坂あったんですよね確か僕の記憶違いじゃなければあ記憶当たってますキャッシュレス化されてます時代ですねもうあっという間に本当に時代にもついていけない逆にもうこの年で <laughs> 僕も現金主義なので <laughs> どうにもならないですよねむしろに大学生の時はエディーとか早々に使ってたんですけどーいやーねね <laughs> <laughs> もうこれはどうにもなしやすさでいったら現金の方がしやすいですからねそうですよねはいではそろそろ来週のテーマにいきたいと思いますはいお願いします来週のテーマは「お風呂のエピソード」 ですというのも11月26日がいい風呂の日なので、はい、そういうことにしましたなるほどはいもうお時間ですよねはいあと20秒ですはいじゃあまた来週お会いしましょう MC はさっきとミキサんのキャンでしょう。また来週いいー 来週のテーマはすっぽかすところっ <laughs> 危ない危ない, <laughs> 危ない。お風呂。お風呂にまつわるエピソード。えっ <coughs> あれなんだっけと思って。ノート取り出そうとしたけど、あ無理だと思って。<laughs> びっくり仰天みたいな。 ありがとうございます,いますアリーナ内の売店もキャッシュレース対応メインでしたそうそうそうえー、そう全部キャッシュレースされてて <laughs> もうびっくりこれはびっくりですねうん現金全く使えないわ使えないはちょっとびっくり、ねうん、えこれで現金しか持ってない人どうすんのと思って客<ん>何も買えないじゃんと思って <laughs> そういうところ増えてくるんですかね増えるでしょうねあさすがに時代にはついていけないわ <laughs> ただ会場の広さでは広さは個人的によくてスマホの充電スペースがあったのがありがたかったあスマホの,の電充電スペースあったんだ気づかなかったのキャッシュです うん。あれは使えるんですかね、カードは。カード？クレジットカードは。ああ、使いますね、使います。クレジットは使えるけど、はい。なんとかもう現金はもう一切。うん。って感じ。ええー、マジで昨日は焦ったわ。<laughs> <laughs> もう友達があのペイペイとかも全然持ってなくて。はい。 なんかもう私がペイペイ持ってるからね、私が出しとか後からお金ちょうだいねってって、対応しました。なんとか。いや、本当そうですよね。うん。乃木坂の時も結構見えました。あ、席が良かったのかもしれない大きな大好きでえー、いいなあっち広いからね。どういう感じの、 設営化にももよるかもそうですね、うん、でも意外とでもあそこ外の席からでもよく見えるような作りになってますからねうん一番上からでも結構私昨日2階だったの2階二階,階席だったんで結構良かったですよ迫力もあるし、はい、いい箱ですよねいいねあっちはスタンド席の入り口もステージ設置してて 本人たち出てててき歌ってましたわおすごい <laughs> あそこで大人がしたことありますからねあそっか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 あのプ,プロレスがあのアスキーラフェスでああなるほどねあの、やってた時にうんうんうんああもう音の響きとかもういいところだなあと思ってあっ済あっち揃ってるんじゃない結構あでも出し入れがあるんでああそっか その時別の音響さんたちが組んでたんですけどそこから台に取ってもらって入れて。うんうん、ではまた来週。バイバ